コア IDZ に発売決定、新たに名前が判明した3人のライダーを紹介。今回は10個のコア ID が登場。本編で散っていったあいつら、今でも活躍中のハクビなどがラインナップ。仮面ライダーシュータ、ゲームマスターに操られていたライダー、ネズミだから中なんだね。仮面ライダーゲッシー、ゲームマスターに操られていたライダー、ゲッシ類だからゲッシー、おそらくビーバーかカピバラのライダー。仮面ライダーとゲッチ、道長の親友であるトールが変身していたライダー、トゲトゲで前歯が目立つのでハリネズミのライダーかも。以上3ライダーはこの商品発売に際して名前を正式にもらえたみたい。よかったねー。マスクデザインもいつか公開してほしいな。あれ、でもレターとトゲッチのひび割れ、コアはないみたい。